バルベーデならやってくれそうですね。うん。バルベーデすごかったのがさ、相手5バックで来る試合が多くて、その時崩せない時、普通メッシ、スアレス、まあこっちがイニエスタだったりとか、パウリーニョやったり、コーチーニョとかいろんなパターンあったんだけど、この形で、まあ4、3、3やるじゃん、こういう風に。で、こっちが左から中入ってきて、こう、アルバが上がれるようにしてんだけど、この形無理でダメな時は、メッシ中入れて、ここにマルコムとかデンベレ入れるんですよ。で、中盤3枚のうち1枚、ラキティッチとか削ってこうするんですよ。そうすると、メッシ中心に、ここポゼッション高めながら、まあ、ブスケツとか降りていったりとかするでしょ、こういうふうに。ってなると、両サイドバック上がるでしょ。だから、サイドハーフとサイドバックでここで2対1作れるから、532のこの形に対して、ちゃんと追い越していって、とか、あと、張った状態で、まあ、中にメッシとかいるからコンビネーションしてとかいう、複数の形でサイドの数的優位作って、崩せたりとかしてたから、そう。いいなと思いますね。